トラデックスの新しく使いやすい産業用 Linux ソフトウェアプラットフォームトライゾンをご存知ですか？従来独自のアプリケーションの開発を始める前に、ユーザーは完全な参照イメージを使用したり、複数のソフトウェアコンポーネントを設定したり追加する必要がありました。しかしトライゾンを使えば、ユーザーはトライゾンコアというトライゾンのオペレーティングシステムをそのまま利用しながら、ソフトウェアコンテナを通じてアプリケーションと機能性を簡単に追加することができます。トライゾンコアは高い信頼性があり、そのままデバイス内で使用できるように設計されているため、アプリケーション開発に集中することができます。トライゾンコアは無料のオープンソースで、ライセンスは不要です。トライゾンコアにはユーザーが独自のソフトウェアコンテナを追加し実行するための Docker ランタイムバイナリが含まれています。コンテナは互いに干渉しない独立したソフトウェア成果物とみなすことができ、ライブラリや他の依存関係などすべての必要なコンポーネントを含めることでアプリケーションを実行することができます。コンテナにはアプリケーションの実行に必要なすべてのパーツが揃っています。簡単にアップデートや複数のデバイスへ移植することができるので、アプリケーション開発やメンテナンスがより楽になります。トライゾンは複数のコンテナに基づくアプリケーションアーキテクチャを採用しているので、モジュール性、スケーラビリティ、統合、分散開発に役に立ちます。 Windows マシンでも組み込み Linux 開発が可能です。トラデックスは Python、C 言語、C++、C シャープ、.NET Core アプリケーション開発用の Visual Studio と Visual Studio プラグインも開発しました。トライゾンならばアプリケーション開発のためだけに Linux へ切り替える必要がないのです。トライゾンコアはトラデックス Easy インストーラーを使って簡単にインストールすることが可能です。またトラデックス Easy インストーラーでは、他の組み込み Linux イメージ、パートナーイメージ、および量産向けのカスタムイメージもインストールすることができます。すでにリリースされた製品が市場に展開されている場合、アプリケーションや Linux 部品の更新は面倒で、リソースもかかります。そこで、トラデックス OTA サービスをご紹介します。まだ開発中でベータ版ですが、トラデックス OTA は、オートモーティブグレードの安全で信頼性の高いリモートデバイスマネージャーと、無線アップデートを提供するサービスです。現在、トラデックス OTA には、新機能が追加されています。特定の OTA サービスのご要望や、ご自身のソリューションに OTA アップデートのご利用を希望する際はお問い合わせください。トライゾンはセキュリティや信頼性に妥協せず、アプリケーション開発のスピード向上と簡素化を目的とした完全なソフトウェアプラットフォームです。組み込みシステム開発15年以上の経験を生かし、トラデックスは新しいソフトウェアプラットフォームトライゾンを提供することで、ユーザーが低レベルのカスタマイズに長い時間を浪費することなく、ソリューションへの独自の付加価値の開発に取り組んでいただきたいと考えています。トライゾンテクノロジー、サンプルコンテナおよびスタートガイドの詳細については、弊社のウェブサイトをご覧ください。ご質問やトライゾンのお試しをご希望の場合は、弊社のお問い合わせ窓口または日本の代理店までお気軽にお問い合わせください。